当たり、これがね、あの気持ちいい当たりの一つ。あおおおお邪魔させていただいたのは、はい、貴重な姫路店さんです。来ました。お、当たった。はい、簡単すぎました。一発8連止まりか。まあでもここも10ラウンドのあと、なんかこうやっぱりお客様に座っていただきたい機種ってあるわけじゃないですか。台数をまあまあ入れた機種とか、まあ、今月はこれを強化していきたいとか言った時に、こう店内の装飾とか案内のやり方とか、なんかこう営業的な部分で座ってもらうための施策ってあると思うんですね。はい、具体的にはなんか取り組んでることってこう言える範囲であります？いや、やっぱりそのお店の、はい、まあ、まずはメイン島に入れることから始まって、あ、配置ですね。そうです、場所ですね。主要動線に入れるということからまず始まりますよね。まあ、確かにもう多くのお店がやっぱりメインのコーナー、ここにある機種は、うん、あのおすすめですよっていう、ね、はい、そうです、打ってほしいよっていうコーナーがありますので、はい、あ、配置は結構大事っていうことですね。お店のどこに配置してあるかでお店の意思がこう出ているということです、ね、もちろんこの姫路園でも、はい、この新扇は20台、はい、4園ではですね、20台、はい、もうしっかり一等地に配置させていただいておりますので。あ、もう一等地なんですね。なるほど、一等地らしいです、ここは。はい、一等地お店の中の一等地に、まあ、だからすぐメインのそのエレベーター降りて、はい、まあ、中央の入り口のところから入ってすぐなんで。なるほど、カウンター前とかじゃなくて、はい、フルドリッツの前とかじゃなくて、まあ、店にね、それぞれこのメイン島っていうのは場所が違いますから。そうですよね。まあ、例えば多くはこう中央通路 の柱島というか広い島があったりとかなんですけど、こちら姫路店さんは言われてみれば目の前エレベーターなんですね。立体駐車場からそのまま降りて、で入ったらこのシンフォギアがあるというですね、はいはい、なるほど、まあ、ここはメインの出入り口の横にあるということで、店内の一等地らしいですので、ぜひ注目してみてください。ということは、ここに新しい機種が入ってきたら、あ、結構お店がこの機種に期待してるんだなっていうのは分かりますね。で今特にね、拡大係数機のお店も増えて、こちらキコーラ姫路店さんも拡大係数機ということで、はい、柴八から見たとき出玉感っていうのはどうしても分かりづらいところでありますので、まあ、配置を見るなり、あとはこう最近の台ってこう焼くものでもデータランプが隠れて、もう出とるか出とらんか分からんっていうのもね、本当そうです、結構ありますので、うん、まあ、全体のこうデータを見たいときとかってどっかこう見れるシステムみたいなのあるんですか、出玉情報みたいなの。当日の今はカウンター前にですね、はい、配置する予定になってますんで、まあ、データ表示が全体分見れるようになってますから。なるほど、そこでこう機種とか台番号入れたら、はい、お手数ですけどカウンター前まで行っていただいてという形ですね。なるほど、まあ、そっちの方はこうお客様が打たれてる台のデータを見るっていうのはなかなか、そうですね、見にくいので、はい、そっちの方が見やすいですよね。まあ、あとは例えばその推しコーナー、はい、推し機種の配置で、例えばめちゃくちゃ当店自慢のスタッフを置くとか。おお、これはまた面白いですね。で彼彼女らに接客していただく。なるほど、全てナンバーワン、あ、全てにおいてナンバーワンを体感していただくみたいなね。その接客レベルの高いスタッフの方に一等地にいてもらって、で一番推しの機会を追ってもらうと。あ、それも一つの戦略ですよね。はい、確かにその担当者で、島の担当者で稼働って僕は変わると思うんですよ。ああ、そうです、そのお客様に対してのこう姿勢とか雰囲気とか出ますもん ね、 そうですね。いや、やっぱお客様ってすごい敏感で、はい、このガラスの越しに映るじゃないですか。はい、だそのスタッフの歩いてる雰囲気とかも結構分かっちゃったりするんですよ。あ、見ます見ます、こう箱を持ってこられた時とかに。そう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 、見ますね、やっぱりね。で私なんかもやっぱりユーザーとしても、はい、
もちろんスタッフの感覚もどちらも分かりますけど、はい、いや見てますよお客さん、見てますよね。そう、それで、あ、気持ちよく打てるっていう時と、いやー、せっかくこう楽しみに来たけども帰ろうかなって思う時もありますもんね。やたら自分の演出見てるとか、どんだけお前暇やねんとかねありますね。で、まあ、見てるだけならまだしも、スタッフの方ってインカムつけてるじゃないですか。はいはいはい。で、これ、はい、まあ、ユーザー目線で言うと、確かに確かに、自分の後ろに立たれてなんかインカムでスタッフの方がね喋ってると、はいはいはい、バカにされてるような気持ちになったりするんですよね。なんか言われてんのかなって。そうですよね。だからあの辺はね結構やっぱ注意してましたね。誤解生みますよね。そうですそうです。やっぱり言うお客様いらっしゃいますからね、内容とやって。だからねスタッフの方ね結構お客様見てますよ。だから本当にね、私たちよく言ってるのは、はい、店長とか役職が見てるからやるんじゃないよって、はい、お客様のためにやるわけですから。はい、そうだから些細なこう行動も、まあ、全て意味があるわけで、それらをこうしっかりやっぱ見られてるし、例えば初めて来られたお客様なんかはですよ、そのお店がどういうお店かっていうのは目に入ったその一瞬で決まるわけじゃないですか、初めて来た時は、はい、だからね大事ですよね。そう、ホールの中で 90% ちゃんとやってても、うん、10% なんか嫌なところをたまたま見られてしまったら、その嫌なところがお店のイメージになってしまうということなんですよね。まあ、だからねこう常に集中して業務に取り組みなさいというのはもちろんなんだけど、常に集中できるようにやっぱり休憩も取りながらね、バランスよくこう配置していくことも大事ですよね。だからそのスタッフからしても、はい、忙しいコースやから嫌じゃなくて、はい、あ、このコースに入れるってことは名誉みたいなね、そういうことですね。そう思っていただければいいなと思いますけどね。信頼できるスタッフの方にしか大事なコーナーって任せられないですよね。はい、結局お客様と一番接するのは店長でも役職者でもなく、やっぱりホールで動かれてるスタッフの皆さんですからね。 まあ、その方々の本当にありがたいんでね、自覚、ね、はい、は持たないといけないですね。だからどうせだからね認めていただきたいじゃないですか、ちょっとでもお客さんに。そうですね、はい、そうすると、まあ、大変なんですけど本当にね仕事が楽しくなる。ただやっぱきつい仕事を長くやるよりもどうせなら楽しんだ方が体感時間も短いし、楽しむことですよ。あとはこれでしかもお金もまでもらえるのみたいなね。そうですそうです。そうなったらもう、はい、ウィンウィンもウィンウィンですよね。いや本当そうですよね、まあ、特にこのパチンコ店っていうのは老若男女いろんな仕事の方、いろんなね、はいはいはい、方が来店されるわけですから、まあ、そこでね接客レベルを高めるっていうことは今後どの業界に行ってもこう通用するだけのスキルを身につけられるっていうことなんですよね。誰に言ってるんですかこれを今誰に話せよ。トミーさんに言ってるんですかね。しか来てます、来てます。手紙手紙、これはちょっと期待したい。ふわしろですね。でも今作響きラップ白から赤に変わることもありますもんね、はい、ちょっとなかなか演出に恵まれないですね。あれトミーさん当たり引きましたっけ。引いてない何回転ですか今。あ、ごめん、190ですね。ちょうど確率。ああ、じゃそろそろですね。まもなくですね。これこのまま行くとトミーさんラッシュなしで終わるかもよ。まあ、まだまだ時間ありますけど。ちゃんとちゃんと。はい、あれを頼りにしないでください。他力本願。お、エバブルー。また。さあ。また審査さん。ネバブル来た。163回転目です。ネバブルのタイミングも様々、まあ、入賞時とか指導時でありますけど、指導時ですね。さあエピソードの予告が入りました。やっぱレバブルは強いですね。2回目の渡り163回転でございます。リーチが早い。なんかねもうちょっとこう絶勝演出とかねそういうのが見たいんですけど、 あっさりして当たりますね。結構シンプルなリーチで当たってますね。さあというわけで、まあ、初当たりは3ラウンドですね。 99% が3ラウンドということで、ここから再びシンポギアチャンス GX を目指しての最終決戦です。さあ再びラッシュに入れますか。
先ほどはオール翼しかもレバブルも加わって激アツの最終決戦でしたが、あ、今回はじゃあ振動タイプの方でやってみたいと思います。先ほどのがバトルタイプ、今回振動タイプということでちょっと演出の異なりますね。行きましょう。さあまず保留を食べていきますと、で右側の戦闘準備完了の文字がたまったらその背景の色で、まあ、期待度を出しているというところですね。今白ですね。これが青、青のままだったらめちゃくちゃ強い。で緑ですね。赤までいけばチャンスですね。まあ基本緑のようですが、まあ、緑でも絶望という感じはなさそうです。さあ緑止まり参りましょう。でもちろんここも時短1回プラス保留4回の、5回転勝負。そうこれで図柄がね揃えばもちろん当たりなんですけど、図柄の大きさでも期待度させていて、これがまあ小というか通常ですね。で大きくなればチャンス、まあ、さらに大きくなればさらにチャンス。このキャラクターも今1人でしたけど、1人より2人、2人より3人となればチャンスというところですが、弱いですね。図柄も小さく、キャラクターも1人。はい、でもこれではね、もちろん当たることあるんでしょうから、さあ次がラストになります。あー全部1人だった、めちゃくちゃ弱い。先輩図柄も1、あー図柄も大きくなりませんでした。これで当たったらめちゃくちゃ嬉しいよ。はい、まあ、身長タイプ見ましたけど完全にダメなパターンでしたね。強いやつが一つもなかった。残念。左打ちしましょう。待ち焦がれています。あ、この後まさかの展開が当たり。これがね、あの気持ちいい当たりの一つ。あのこの後まさかの展開が出た時はめちゃくちゃ熱いんですよね。大当たり濃厚だったと思うんですけど、えらいあっさり当たりますよね。でも本当に、いや本当なんかあっさり当たるパターンが多くて、激アツリーチから当たれ当たれみたいな当たりがちょっと少ないですね。ただ初当たりはこれで3回目ということになります。いやいいですね。今回転数もまだ浅いところでした。さあ再び最終決戦です。まあ演出的にはさっきあの振動の方を失敗しているので、もう一回振動でいきたいと思います。しかもさっき5回転全部弱い演出だったので、ちょっとねチャンスパターンも見てみたいというところですよね。それでは堀を貯めていきます。これがね赤とかになればそこそこ期待できると思います。緑だとやっぱ弱いかな。白から青、緑ですね。まあ、ここまでは普通ですね。どうやらここも戦闘準備完了のバックの色は緑ということですね。さあ行きます。キリカ全部一人でしょ。ここまでねそこそこ2人のパターン見れると思ってたんですけど、さあ、あーまた1人。でもこれだけねポンポン当たりが引けるっていうのはやっぱライトミドルの面白いところですね。あーやっと2人になった、初めて来た。まあ、さらに3人までいけばチャンスというところ、まあ、さらなるチャンスというところですけど、図柄は普通ですね。大きくならず、さあ振動来い振動来い。うわー来ない。
あーダメでした。なかなかこの 51% がね簡単ではありません。ラッシュ非当選です。勝負するなら左打ちしましょう。もうすぐ400です。はい、富さんが400回転までに当たらなかったら常に大当たりを引いている台で最終決戦からチャレンジしていただきます。ただ最終決戦からなんで 51% 超えないとダメですよ。ここからそれぐらいはそれぐらいはそれぐらいいきますよ。それ超えなかったらもう今日はごめんなさいですね、はい、当たりなし400回転当たりなし。いやさあというわけでトミーさん残念ながら当たりを今日は引けなかったので、まあ、最後、はい、特別ですよもう大当たりを引いた台を用意してもらいました。というわけであとはもう自力で 51% 超えてラッシュに入れるかどうかで僕も一応当たってる台をあっちに用意しているので、はい、まあ、お互いここからは最終決戦からラッシュ突入すれば、ラッシュを取り切るまでということで、まあ、ラストチャンスやっていただきたいと思います、はい、悔しいですけども甘え、はい、甘えて、まあ、ここぐらいは突破しないといけませんよ51% 突破しますよ、じゃあまずはトミさんの方からお願いしま す, いきますよ、はい、頼むよ頼む頼む頼むよ。みんなの歌声が緑、あーいい、ね、よしよし赤あこれはもうもらったでしょう。赤が2つもうこれ外したらしばらくバチッとやめてた方がいいかもしれないですねこれはいくでしょう。さすがにいくでしょう。これ外したら本当にねもう最悪ですよ。赤2つは結構強い。聞くがいい先盛りの歌を。なんならここで決めたらかっこいいですよ。おっ1回転目まあ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 2回転目3回転目ありますからね。おっしゃさあまあまあいや決めちゃいますよ。おーやりましたブルッタ。大丈夫でしょう。さすがにね。はい。決して自力で当てたわけじゃないけど嬉しいですよね。嬉しいです。さああとはしっかりあのドラマを見せて。嬉しい。シンフォニアのいいところここからですからね見せれるかどうか。いやホッとしました。いやおめでとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっと私たも。当てた台で、はい、改めて、ね、チャレンジしたいと思います。嬉しい。さあ、トミさんの方は無事にラッシュに入れれましたと。で私の方はですね一応これあの振動予告の方でセットしてますので今日あの最初に打ってた台では成功させれなかった振動予告でのラッシュ突入のパターンお見せできたらなと思います。緑以外が見たいですよね。この点灯準備完了の後赤までいかないか。ラスト7秒。さあここでの示唆はまあ普通ですね。特に強くなく緑止まりでした。さあここからお、さあ早速お二方登場です。このね大きいやつをまだ1回も見れてないんですよ。図柄がただあのバトル告知と違って、まあ、最初にねこう示唆が出るわけじゃなくてそれぞれで示唆が出るので、まあ、ここはねその回転その回転楽しめるっていう楽しみがありますね。切り刻むです。残念。
ちょっと今回も厳しいのかな、振動告知は。ダメ、3回転目まで終了。あー、また1人か。おーっと、これはブルーです。ブルっております、ブルっております。いたー、これが振動告知ですね。さあ、これでトミーさんも私シーさんもお互いラッシュ突入ということになりました。いやー、でもあの充電完了の背景が緑で、でまあキリカしか1人しか出てきてなくて、図柄も普通だったんですけど、特に強いパターンがなかったんですけど、もうそれでもこうやってね、しんどくて当たるということですね。はい、いやーよかった。さあ、あとはここからどれだけ出せるか、バトルではないですけどトミーさんより出したい。よいしょー、うわー気持ちいい。あー気持ちいい、あー気持ちいい。いやー、やっとですよ。さあ、やったやった。まさか、まさか、分かりやすい表情ですね。やばい、まさか終わったとか、やばい。あー、ラストか。全然まだね、可能性ありますよ。もう高橋名人張りに押しますからね、見といてくださいよ、高橋名人張り。高橋ダメです。スイカ壊すぐらい連打できたんですけどね、昔は。
勝負勝ながら左打ちしましょう。すいません、全然ダメです。バッケン、さあラッシュに入れましたけども、いきなりここは7回転目まで持っていかれました。さあ7回転目のバトルです。さあ行け、あと一つ、あと一つ、あー、うそ、流れ星、流れ星、流れ星、駆け抜け。実戦終了しました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっと待ってもらっていいですか。ちょっと何ですかそれは。いやちょっともう、いや分かりますよ。当たりも引けず、はい、ラッシュに入れても伸ばせず、はい、まあ見せ場がなく残念な気持ち分かりますけど。ちょっとこのね企画始めて以来のいうぐらいひどい結果でした。さあ貴公の姫店さん、近日いよいよっていう時にですよ。はい。ちょっとちゃんとね、ちょっとあるまじき、オープニングの勢いどこ行ったんですか。はい、いやいや、もうやるだけやったんですけどね。なかなかもうこれもパチンコの面白いところというところで、本当そうですよね。まあただね、僕の方は運よく早く当たりを引いて、まあラッシュも最初の当たりがある程度伸びてくれたので、はい、シンフォギア2のまあこう瞬発力という部分は見ていただけたんじゃないかなと思います。そしてまあオープニングや実践中もお話ししましたけれども、こちら貴公な姫路店さんにはフィーバー千機別所シンフォギア2、4円パチンコと1円パチンコ合わせて22台の設置。最大級、はい、地域最大級の設置となっておりますので、もしですね貴公な姫路店さん来られた時にはその一等地と呼ばれるコーナーですね、ぜひ見ていただきたいと思います。というわけで今シリーズ、はい、まあ幸先の悪いスタートとトミーさんにとってはなってしまいましたけれども、はい、ただこれからまたねいろんな貴公なグループさんのお店 で、ね、その機種を打ちながら、はい、そのお店でどういう扱いがされているのかなんていうのもユーザーに知ってもらえたらいいと思いますので、はい、まあ、これに懲りずにまた次回もぜひお願いしたいと思います。さあそして今日はシンフォギア2の方実践しましたけれども、はい、まあ、スペック的にもライトミドルということで割と打ちやすい機種、そうです、ね、かといって出玉が乏しいわけじゃなくて短時間でも大きな出玉を獲得することができるということ で、はい、どうです、お店的にはこういった打ち方おすすめだよとかこういった方に言ってほしいとかって何かあります。まあ、先ほど、まあ、動画でも見ていただいたように、はい、やっぱ短時間勝負もできますから。そうですね、朝お昼だけじゃなくて夜の一発勝負やっていうところでも、はい、全然選んでいただける台となってますから、はい、まして姫路店の、超メイン機になってます、地域最大級の設置になってますから、絶対これは貴公な姫路店で絶対に打ってもらいたいなと思ってます。なるほどなるほど、はい、ということはもうその、ね、朝から来られない方、ちょっとしか打てない方にもおすすめの機種ですし、そうですね、まあ、ステアクコー貴公な姫路店さんでは、まあ、一等地のコーナーとして、はい、ぜひ打っていただきたいということですね、はい、いいですね、シンフォギア2短時間でも勝負できるぞという機会になってますので、ぜひですねお仕事帰りの方とかちょっとしか打てないけど何か打ちたいなと思われた方、貴公な姫路店さんではシンフォギア2チャレンジしてみてください。お願いします。さあというわけで新シリーズの第1戦目、はい、まあ、戦いではなかったんですが、まあ、今回パチンコ実践ということでお送りいたしました。次回は、どのお店でどんな機種を打つのか、次回の配信もどうぞお楽しみに、ね、はい、お楽しみくださいませ。はい、それでは今日はこの辺で失礼したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。